神ロックフェス、集え JK&DK、行くしかないでしょう。伝説のようにしちゃわないと真夏の初対決、ザ・セカンド、よろしくお願いします。お願いします。いつものいつもの、ね、あれそろそろ決めないとさ、そういうのさ。今日決めようか。じゃあ、毎回何決めよう。じゃあ、とりあえずいつもの俺やるね。OK。好きな食べ物言ってけ。カツ丼。バナナ。なんだろうか分かんない。ラーメン。ハピーザワールド。はい。おー。何それ。ドアを開けてもいいかい。少し吐き。ある人はそれに向かってずっとずっと諦めずに、絶対諦めないでください。後悔すると思います。そういう夢とか目標を絶対に諦めないで、後悔しないような行動をとってください。僕は何回だって何十回だって君と抱き合って手を繋いでキスをして、思い出すたびに焼けてしまうような思い出を君と作るのさ、そりゃ出直すんだろうけど、夕花のように大事な色づく捨てない希望を守り続けてゆく、飛ばしていきましょう。明日台風来るみたいなんで、台風もぶっ飛ばすぐらい元気にいきましょう。お願いします。振り返れ人を見たえ、すれ違うけれど、打ち合わせしようね、次から。まあ、次の課題も見つかったしね。適当にやっちゃったね、ごめん。ちょっと俺ら台本考えてもいいぐらいか、ね、いいぐらい。次から考えて。あとコーラス入れよう。コーラス入れよう、これ。ちょっとコーラスやりたい。いや、でも楽しかったです。楽しかった。
今日もやろうと思うんですけど、盛り上がってくれますか？声が小さい。盛り上がってくれますか？じゃあ聞いてください。もっと光る。すいません、ミスが起きました。ごめんね。
初です。ミスとかもあったんですけど、盛り上がってくれたので嬉しいです。ありがとうございます。お聞きの通り分かると思うんですけど、いろいろありまして、今ちょっとなんかよく言えばハスキーみたいな声になってるんですよ。最後にもう一発でっかく盛り上がってもらってもいいですか。夏休み最後の日であり、8月31日あの僕の誕生日です。8月31日誕生日でですね、あのいつも夏休みがかぶって全然祝ってもらえてなくて、まあ、担当直入に言いますと LINE でも DM でもリプでもいいのでおめでとうぐらい言ってほしいです。おめでとう。
ゆく生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びをつぶれるほど抱きしめて生まれるずっとずっと前の全然全然前世かな。きっと僕たちが生まれる全然前世かな。